はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルと図形丸1をお送りします。で、ここからタイトル変わってですね、ベクトルと図形というタイトルでやっていくんですけど、これを丸3までやっていきます、予定だとね。で、その最初になります。で、今回はポイントが1つ、そして問題が1問、計2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、タイトルは変わったんですけど、ベクトルに変わりはないので、続きの勉強だと思って聞いてください。で、今回覚えてほしいのは、まずこいつです。3点、3つの点がね、A、B、C ってのがあって、その3つの点が一直線上にあると。で、それ下でね、今回証明するんですけど、そういった時に何を表すことができれば、あ、その3つの点が一直線上なんだねって言えるかどうか。で、それを覚えてほしい。で、ここに入るのが、ABC なので、これね、絶対これじゃなきゃダメってわけじゃないんだけど、AC ベクトルが、K 倍の、AB ベクトル、これを満たす実数 K があれば一直線上だよということができます。だから逆に言うと、こう持ってくれば、何か計算をしてってこうなれば ABC は一直線上にあるということができます。で、これね、簡単にどういうことかっていうと、ちょっと下消しちゃいますけど、例えば線引いとくか、こうね、 ABC ってあるじゃん。これが一直線上ね。その時に AC ベクトルっていうのは、ちょっと分けてずらしますけど、これ AC ベクトルね。で、AB ベクトルこうなってる。で、その AC ベクトルがこの AB ベクトルの何倍かになってるの。これはもちろん2倍なのか3倍なのか、もちろん3分の2倍とか、そのちっちゃい方もありますけど、この状態だと、これ AB とさ、BC がちょうど同じ長さだったら、AC ベクトルは AB ベクトルの2倍になるよね。ここの長さが同じだったらだけど。で、こういう風に数でくっつけて表すことができれば、必ずベクトルは一直線上にあるの。こういう風に置けるからね。だからこれが AC ベクトルじゃなくて、AB ベクトルイコール K 倍の AC ベクトルでももちろん構わない。ただこういうふうに表せられれば一直線上にあるよと、それを言うことができるよっていうのを覚えておいてください。いいかな、よいしょ。で、それを使った証明問題はね、よく出てくるんで、それがまずこれ1個なんだけど、今回三角形 ABC において辺 AB を3対1に内分する点が PAC 一体に内分する点が Q で、線分 BQ 一体のバッターってなってんだよ。で、読んだけど全く分かんないので、簡単な図を書いてみるといいです、自分で。もちろん図形能力が高くてね、いや、頭の中でいきますっていう子は全然構わないんですけど、俺無理なんで、ちょっと書かせてください。で、こういう時の作図はもちろん問題用紙にあればね、構わないんですけど、ない時は自分で好きに書いちゃっていいです。で、基本的に俺は、こういった三角形を使うので、右の方がちょっと長いパターンね、これは好みでいいです、全然。で、ABC を書いて、まず AB を3対1に内分。だから、3対1なので、この辺かな？ P。で、関数の問題もそうなんだけど、こういう図形のめんどくさい問題も、ここに書いてあることを確実に図に置いてしまった方がいいです。で、なんでかっていうと、読み返すのめんどくさいんだよね。で、数学っていうのは、いつも言うように、時間勝負のところがすごく強い科目なので、何回も読み返して、あ、どこだっけ、あ、そこそこそこって、結構時間取られます。だったら、一度、もうここに書いてあることは全部載っけたよって自分で。で、やってれば、こっち読まなくても、図を見た方が判断早いし、時間減るからさ、かかる時間がね。個人的にはね、そっちの方がいいかなと思います。で、AC を1対2内分だから、この辺かな。これ最後一直線上にならないっていうね、オチが起きそうだけど。で、1対2。場所が違うんでね、日のマーク書いておきます。で、BQ を1対2内分。だから、
BQ ここでしょ、1対2なんでちょっとかぶせたいんで、ワードこれにしようか。 R で、まあいっか、1対2内分と。でその時 PRC、 ここが一直線上にある、つまりここだね。今ちょっとそうなるように持ってっちゃいましたけど、こうなることを証明しようという問題です。でまあこのタイプの形なので、自分はね、あ苦労した、ちょっと待ってね、 AB ベクトルと AC ベクトルを例えば、こう置いてやっていくかな。細かいことですけど、 AB ベクトルって毎回書くのと B ベクトルだけで済むんだったら、これでも時間も違うし、ごちゃごちゃしないからね、頭の中も整理しやすくなるので。で結局はこれを使うんだよね、一直線上だから。で今回は PRC なんで、例えばまあ順番からいくと、 PR イコールほにゃららPR ベクトルイコールほにゃらら PC ベクトルとか、まあ、PC ベクトルイコールほにゃらら PR ベクトルでも構わないですけど、こうやって持ってきたいのね。ってことは PR ベクトルと PC ベクトルを表さなきゃいけないの、この B ベクトルと C ベクトルを使ってね。で視点を今 A で使ってるから、一個ずつやっていくしかない。例えばまず AP ベクトルってそれを表現する。でこれはもう前やった知識なので、ちょっと暗算いっぱい入れながらやりますけど、AP ベクトルはここが B でしょ、 B ベクトルを3と1なんで4つに分けたうちの3つ分なんだよ、 AP ベクトルは。だからこれは4分の3 B ベクトルと置くことができると。で次 AQ もいっちゃうか、同じようにね、 AQ ベクトル、これが C ベクトル、こっちね、 C ベクトルを3つに分けたうちの1個分なんで3分の1 C ベクトルとなります。で次が P 使ったから、あと AR か、ここちょっとめんどくさいね。 AR AR ベクトルはこれ BQ を1対2内分なんだよ、これ内分する点なので、あれ使います、公式をね。で1対2内分だから3分の足してね、2かける、待ってここ書いた方がいいか、BQ ベクトルを1対2内分だから×掛けとか、まあ、クロスで掛けるので2かける、ちょっとちっちゃすぎたな、これは見えないさすがにな、ちょっと待って、だがしかし下が入るか、いけるかな、ちょっと大事なんでね、ちょっと大きめにいこうか、3分のもう一回ね、2かける B の方なんで2かける AB ベクトル足す1かける AQ なんで、そのまま AQ ベクトルでこうなります。で AB ベクトルはまあ B ベクトルなんで 2B ベクトルでいいんですけど、 AQ が3分の1なんだよね。でこれね、暗算でできたらいいんですけど、ちょっと分かりにくい場合は、3分のっていうのが3分の1のことなので、まあ、3分の1を前に出しちゃって分子をそのままね、括弧の中に落とす方が分かりやすいです。数学が苦手な子なんかはこうやった方がミスが減るかもしれないね。で戻すと、これ AB ベクトルはそのまま B ベクトルです。で3分の1を配れば3分の 2B ベクトルになります。で AQ ベクトルはさっき出したね、3分の 1C です。で配ると9分の 1C ベクトルになると。でこれで PR と PC の準備が終わりました、全部で。 PR、PC を置いていきます、入ることを願って。いけるかな、まず PR いきましょう。 PR ベクトルはいつも言うように視点を A に合わせたい、全部ね A から始まってるから、その場合後ろのアルファベット AR-AP になります。で AR 今出したこれね、3分の 2B ベクトルプラス9分の 1C ベクトルで、 AP ベクトルはさっきやったように4分の 3B なんでマイナス4分の 3B ベクトルと。でここ B ベクトル同士なんで、噛んでる？ B ベクトル同士なんで通分して計算ができると。で12で通分すればいいから、
12分のこっちが8、こっちがマイナス9か。はい、マイナスだった。なのでマイナス12分の 1b ベクトルで、 c ベクトルそのままだからね、9分の 1c ベクトルとなります。いいかな。でですね、これちょっと1番で番号をつけておきます。でもう1個 pc ベクトルが、これ入ってる、あ、まだ1下いけたな、ちょっと下げるから、じゃよいしょ、 pc ベクトルが入ってる、 OK。 でこれも同じように視点を A に合わせたいんで、後ろの C、AC ベクトルと前の P の AP ベクトル、こうします。で、C、AC ベクトルはそのまま C で同じでしょ。で、AP はこうなので、C ベクトルマイナス4分の 3B ベクトルになっちゃうんで、 B をちょっと前に書きたいから順番変えちゃうね、もうね。マイナス、先にこっち書きます。4分の 3B ベクトルプラス C ベクトルなんです。で、これですね、あ、一応2番書くんですけど、これとこれをうまくつないでこれに持ってきたいんです、まあ、どっちでもいいんですけど、だから PC ベクトルに何かをかけて PR ベクトルにするとか、これどっちでもいい、発想としては。でも今どっちでいこうかな今回。まあ、これか PC ベクトルイコールほにゃらら PR ベクトルにしたいんですけど、PR ベクトルにかける方が多分分かりやすいかな。例えばだけど、これね、もうここまでの計算が合ってれば一直線上になること言えって言ってるじゃん。絶対に何かをかけたら綺麗に持ってく、この形になるから、途中の計算が間違ってなければ。だからここまでの自分の計算を信じて、例えばね、 C だけ見てください。ここちょっとね、こっち分数分かりにくいんで、9分の1です。これ1です。ってことは9分の1に9をかけたらこれになるじゃんか。もう一回言おう。9分の1に9をかけたらこれになる。つまり予想としては、PC ベクトル、これね、こいつは PR ベクトルのこれに9をかけた。9を PR ベクトルにかければ PC ベクトルになるんじゃないかって予想立てるんです。で、実際にこっちはね、9をかけたらこれになる。じゃあこっちはって考えると、マイナス12分の1に9かけます。約分すると4と3なんで、マイナス4分の3になるんだよ、ちゃんと。だから OK なの、これで。つまり、はい、ですね、私の見るもごめんね、ここにないちって。だからちょっと幅がね、おかしくなっちゃうけど、よってこれをここに書くと、だがしかしだな、ごめんね、ぐちゃぐちゃしちゃって。こっちに行こう。ちょっと寄って消したね。1,2 よりさっき言った PC ベクトルは PR ベクトルを9倍したものになると。で、こう表現できたから最後。寄って、なんだっけ、PRC か。P とR と C は一直線上にあるよって、まあこういうことができましたと。これで終了となります。で、今こっちのパターンでいきましたけど、こっちで考えるんだったら PR ベクトルイコール9分の 1PC ベクトルになります。つまりこれをこっちに持ってきたいんで、1じゃん、あ、じゃあ9分の1かければこれになるなって考えて持ってくのはもちろん OK、 どっちでも構いません。ただ方向性としてはこれを一直線上になることを言いたい、じゃあこの形だなと思って PR と PC、 これかをこうやって表さなきゃいけない。で、表し終わったらそこまでの自分の計算を信じて何倍すればなるかなって、どう、いくつをかけたらつながるかなって考える。そうすればこれで、まあ証明問題なんでね、ここまで書かなきゃいけないんですけど、これで丸となりますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B のベクトルと図形丸1をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2もまたちょっとポイント含めて、でも
回はね、これよりは全然やりやすい問題になりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。